大岡忠義は、江戸時代初期の旗本。官位は、十五位下、三野守。旗本、大岡忠右衛門忠政の四男。相模国高座軍高田村の地頭。大岡忠助の祖祖父。大岡忠光の皇祖父。慶長八年、十六歳の時に、将軍家に拝謁して、翌慶長八年には父、大岡忠政から、 相模国高座郡高田村に164隻の所領を分与された。慶長18年、幕府より、さらに、飛び地として、相模国鎌倉郡手広村を与えられる。慶長19年、大阪の陣では、幕府方に十軍。官営3年には、所領は1500国となる。その後、所領は2300国までなった。官営10年、如院付となり、二大将軍。 秀忠の娘、東福門院に近所した。後十五位した、美の守るに助任される。この際、飛び地として、山城国相良組へ三百国数をされた。明暦二年四月十六日に死去。去年七十。着男の忠明が後を継ぎ、二千国の旗本となった。他に、次男の義明は三浦を称し二千国の旗本となった。 四男の忠房には三百国を分け与え、後岩月王をかけの祖となった。また、水戸藩主、徳川春森は、忠義の血を引いている。大岡忠義、女子、石野博次、広高、坂木原敦志里佐都市船員、徳川春森、ありがとうございます。